つて孫悟空によって壊滅した悪の組織レッドリボン軍、ある目的のため最強の人造人間を生み出した。そのマーク、レッドリボン軍。正解。そしてスーパーヒーローだ。スーパーヒーローたちの世界をかけた戦いが始まる。